ねえ、ゆきちゃん。ゆきちゃんはあの時。まさか高校生で死ぬとか思わねえよな、普通。なんかすごいよね、瀬戸の技。なんか瀬戸さん自殺だったかも。交通事故じゃないの？俺はあんま瀬戸のこと知らない。そういうのやめない。亡くなった人にさ、父さんに乱暴されてたとか。でもさ、あいつ何考えてるか分かんなかったじゃん。いてもいなくても変わんなくね、正直。いや、変わんないよね、知らねえもん。は？何？人が死んでからなんかユキが遠くにいる感じしてんだよ。それくらいで死ぬとかないでしょ。なんかどうでもいいんだ。そりゃいくつになっても変わらないんじゃない。瀬戸さんなんで死んじゃったんだ。もういないしな、瀬戸。ごめん。さようならば仕方ない。さようならば仕方ない。さようならば仕方ない。